えー、柿本選手、優勝おめでとうございまますすありがとうございます、はいは、えー、決勝、長谷川日向選手の番手という責任のある位置、いかかがでしたでししたょうかあのまあ責任感じることはすごいあったんですけど、まあ、僕がいろいろ考えてるときに、発想前に水森が、カッキーさん、大丈夫っすよって言ってくれて、だいぶ落ち着きました、あいつが普段落ち着きないんですけど、はい、<laughs> はい前後の後輩の力ということもあるんでしょうか。 そうですね、まあ、2日目も、まあ、初日もなんですけど、まあ、僕ももう6年走ったんで、まあ、だいぶ出世はしてないですけどちょっといやらしい先輩になったのかなと思います。はい、猪俣選手のかましに、えー、長谷川選手がはまりましたけどやっぱり後ろが柿本選手ですからすぐ出ましたね、まああの。パワハラ的な圧力はかけてないんですけど <laughs> まあ普段の行いが伝わっているのかなと思います。 はい、やはり柿本選手、えー、強いなというイメージ、今回さえ、持ちました。いかがでしたでしょうか、手応えは。はい、あの、まあ、手応えは今までは、あのー、番手戦というよりか、やっぱ自力出し切って調子だったり。あのー、成績。を見て、やっぱり確かめてたんですけど。まあ、番手戦は番手戦で、また、こう、成長できる部分もあったんで。次につながったと思います。はい、ありがとうございます。それではですね、ファンの皆様に一言、メッセージをお願いいたします。 はい、えー、今回はあのとりあえず三日間あの自力サボってすいませんでしたあのサボったわけじゃないんであの次中五日で玉野が開催を控えてるんでそこでちゃんと三日間自力発揮できるように頑張りますこれからも応援よろしくお願いしますはいありがとうございます永久決勝見事優勝いたしました柿本大輝選手にお話を伺いました皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします柿本選手の退場でございます